それではトーナメント開催につきまして、主催でございます石井澤武史よりコメントがございます。お願いいたします。さっきもしゃべりましたけど、やっぱり1回戦から本当にあの素晴らしいカードなんで、ぜひ会場に来て見ていただければなと思います。本当にあのトーナメントっていうのは大体この選手が来てこういうふうに勝つんじゃないかなと予想できるのが、なんか最近の格闘技界ですけど、今回のカードについては本当に予想ができないカードだと思います。誰が来てもおかしくないと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、選手のコメントの前に、このトーナメントを制した者の腰に巻かれるチャンピオンベルトを披露させていただきます。それではどうぞお持ちください。それではただいまコメントがございました。シーザー会長の横にございますのが、今回行われます2012の S カップ優勝者の腰に巻かれるベルトでございます。さあ、このベルトを前にして各ファイターよりコメントをいただきたいと思います。それではまず鈴木弘樹選手とヨアキム・ハンセン選手の試合で、ございます。まず鈴木弘樹選手からコメントをいただきたいと思います。お願いします。どうも、シュートボクシングストライキングジムアレス鈴木弘樹です。もうようやく国がやってきたという感じですね。もうあと、明日全てを出し切るつもりで、戦います。もちろん、勝ち上がるつもりで、やってきましたけど、まずは、1回戦、最高の相手だと思う岩木ハンセン選手と最後の試合をしたいと思います。ミスター・ヨアキム、Let's show an exciting match for SB fans tomorrow. ありがとうございました。それでは対します、ヨアキム・ハンセン選手、お願いいたします。非常に楽しみにしております。非常に1回戦から厳しい相手と対戦することになりますが、非常にエキサイティングなマッチを見せたいと思っています。ハードに頑張った戦いを見せて、決勝進出を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。それではトーナメント第2試合の出場選手にコメントをいただきたいと思います。まずはヘンリー・オプスタル選手、お願いいたします。Opportunity to fight in the S Cup, so I think it's a good chance for me to show me. So I'm going to show you tomorrow. Train hard, feel good. So tomorrow is going to be a great tournament. この S カップに出場できる機会を得られたことを非常に嬉しく思っています。このチャンスを絶対に生かして、自分のスタイルの戦いを見せたいと思っています。非常にいい試合になると思いますし、自分のコンディションも非常にいいので、非常にいい戦いになると思って楽しみにしています。それでは対しますボーイ・ソウドンソン選手、お願いいたします。僕は DJ の
ได้มาอีกครั้งเอสคัพก็คงจะทำให้แฟนไม่ผิดหวังนะครับสำหรับบูวี่ครับシュートボクシングのステージにご出張出張させていただきまして、ありがとうございます。感謝しております。明日応援してくださるファンの皆さんにがっかりさせないように、ボビースタイルを皆さんにお見せします。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてトーナメント第3試合の選手よりコメントをいただきたいと思います。まずはジェシアス・カバーカンチ選手。Good afternoon. First, it's a pleasure to be back fighting Japan, you know, especially in a tournament like that. I think Mr. to invite me to fight in shooting boxing, you know. It's my first fight. I'm gonna fight Shishito-san, who is a well experienced, you know, has a lot of fights in the event, in this format, you know. But I'm here, excited to be back in Japan. I had a good training, you know. I'm training for good guys at the Black Zillions, Roberto Flamingo, Henry Hoof, for striking. And I also have an MMA background. So I'm trying to do some crazy things in stand up with mixing with submissions.また、日本で戦うことが再び戦うことができて本当に、嬉しく思っております。しかもこのようなトーナメントに出場することができて、シーザー会長並びにシュートボクシングの関係者の皆様に本当に感謝したいと思います。今回は、初めてシュートボクシングを戦うことになるんですけれども、しかもシシド選手のようなとても経験の高い、選手と戦うことになるんですけれども、ただ自分としては今まだしっかりトレーニングしてきたので、もちろん立ち技に関してもフラミングの選手だったり、他の、素晴らしいコーチの下で、トレーニングを積んできたので、そしてもちろん総合格闘技においてもとても、クレイジーな技とかも今やってきたので、そういったものも全部お見せしたいと思います。ありがとうございました。それでは対します宍戸浩樹選手、お願いいたします。シーダージムの宍戸です。1回戦から、カルバン選手という強豪と、試合するということで、記者会見のこの時点から、緊張感でとても見えな試合ぐらいの、プレッシャーを感じていますが、明日は、自分の今回のテーマでもある無心で、欲を捨てて、一点に集中して、試合に臨みたいと思っています。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてトーナメント第4試合からでございます。まずはケム・シッソン・ピーノン選手、お願いいたします。สวัสดีครับผมเข้มซิซองพี่น้องครับผมดีใจมากที่ได้มาชมรายการนี้ครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเลยครับจะเอาแชมป์กลับบ้านได้ครับはじめまして、ケムシソアリーと申します。今回は出張させていただきまして、感謝しております。初めてですが、一生懸命頑張ります。帰る時もこのシャンペンを持って国に帰ります。よろしくお願いいたします。それでは対します、アンディ・サワー選手よりコメントがございます。お願いいたします。こんにちは。Tomorrow, I have a chance with Kim, a Thai fighter who is very strong. I think it's one of the strongest fighters in the world tournament. So it's going to be a tough and hard fight tomorrow in the beginning. But hopefully I will end in the final and take Yes Cup again. Probably, maybe it will be my last. So.I will do my very, very best to win it all, and we shall see tomorrow. Yes. 明日なんですけれども、このケン、タイのファイターと戦うことになるんですけれども、彼とても強い
このトーナメントの中でもですね、やはりとても強い選手なので、とてもですね、厳しい試合になるかと思いますけれども、自分としてはこれを突破して、もちろん決勝戦まで残りたいと思います。そして、シュートボクシングの S カップのまたチャンピオンに、なりたいと思います。まあ、おそらくこれが自分の S カップの最後になるかもしれないので、ベストを尽くして、明日はお見せしたいと思います。はい、ありがとうございました。